ハンドビーでカラー眉にチャレンジします。めっちゃ抵抗あったんだけど、やってみたら超おしゃれだったから見てほしい。眉の薄い部分を描き足して、さっきよりもちょっと濃いブラウンで眉尻をしっかり描いていきます。全体の色味を整えて眉頭を 1-2mm 伸ばします。正直これだけでもいい感じなんだけど、もっとおしゃれにします。軽くこのニュアンスレッドを重ねていきます。つけるとめっちゃ肌になじみませんか？ダークなマスクをつけても優しい感じがあるよね。ぼんやり見えがちなベージュのマスクもカラー眉のおかげで一気におしゃれになる。くすみピンクとの相性も最高。カラー眉チャレンジしたくなりませんか？10月27日に河北裕介さんと TikTok ライブをするので、ぜひ見に来てください。